おはようございます。テクニカルアナウンスの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いいたします。今日は11月の24日水曜日お題はこちら。ナスダック続落、短期的に警戒を高めた3つの理由とはということで話をしていきたいというふうに思っております。ナスダックが続落して、 日経平均の先物も,もマイナスになっております。ちょっと祝日明け心配なんですけども、今、警戒度をちょっと高めた方がいいかなと思っている3つの理由について紹介をさせていただければと思っております。で最後は一問均衡表と RSI を使ってまた指数確認していきますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、チャート分析を必ず毎朝7時に動画で投稿していきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルですので、ぜひチャンネル登録お待ちしております。では早速、日本株の祝日 昨日前のね確認をしておきましょう。日経平均が29,774円ということになっております。トピックスが2,042、マザーズが1.09%の上昇でちょっとね、えー、まあ、戻しつつあるといった感じでございます。はい、えー、コロナの新規感染者数確認しておきましょう。全国では113人ということでこちらも低水準ということになっております。でアメリカ市場を見ておきましょうか。 はい。これが5時頃の確認ですけども、えニューヨークダウのみが上昇、ナスダックが下落、S&P はわずかに下落というのが、今日の5時時点の状況でございます。ナスダックはちょっと心配だなというふうには思いますが、どうでしょうか。ヒートマップを見ていくとですね、金融関連の上昇が非常に目立っております。一方で情報技術関連が少し難聴かなというところで、この辺ちょっとチャートを見ていきたいなというところですが、主要銘柄で気になるところは、ズームやテスラの大幅の下落というところですね。まあ、これでやっぱナック、 下がってるんだなってことが分かりますけども、金融関連強いなというこんな感じでございます。チャート見ていきましょうか。はい、ニューヨークダウです。ニューヨークダウは今日169ドルプラスということで、久々に陽線がねしっかりと立ったという感じでございます。やっぱり金融関連のウエイトが大きいですから、そこのプラスが大きいんだなというふうに思います。ただやっぱりまチャート的にはねまだまだ全然こう戻ったっていうかね上昇トレンドに入ったっていう感じはないので引き続き警戒はしておきたいと思います。S&P 見てみましょうか。S&P も引けにかけてはだいぶ戻してますね。今5時3 37分なんですけどもまあ、徐々に戻しているなという感覚があるのでこのまま引ければまあ安定感はあるかなというふうに思いますナス s a c に関しましてもちょっと戻しつつはあるかなといった感じですただまあチャート的には昨日のやっぱり陰線大きな陰線からの今日も陰線ということでちょっと危なかったなというそんな感じがしますねで心配なのはラスセルですかね今日も下がっているということですしザラバでは結構深く掘ってますからねえこの辺は警戒はしておきましょうはい為替コモディティです日経先物の119円のマイナスですね、まあそ ここまで大きな下落ではないんで、まだ、ね、そんなに警戒をするという感じではないんですが、まあ、ちょっと今のうちから考えておきましょうということです。えー、為替ドルは115円に乗ってますね。原油が上がっていたりとか、金は若干下がってますかね。ビッグスが一時20超えてましたね。あとは長期金利がまた上昇しているということと、今回に関しましては、 半導体指数が結構大きく下がっているので、まあ、これが響いて日経先物も,も100円以上のマイナスということにはなっていきそうです暗号資産見ておきましょう今日は安定してますね上昇してますねイーサリアも強いですね、えー、なのでまあここはそんなにネガティブには反応しないかなというふうには思います では見ていきましょうナ a s a q は続落しても日経もマイナス今警戒度を高める三つの理由とはということで話をしていきたいと思うんですがもうシンプルにねチャートを見ながら話をしていきたいと思いますまず一つ目は原油の反発です75ドルを割れるか割れないかすごく注目をしていましたこれもまだね短期的には下降トレンドのような動きに見えるのでもう一回下落してねでどちらかというと75ドル割れていないとインフレの懸念が払拭されないかなと思うので、まあ、この基準というのをぜひ押さえておいてくださいまあ、ただし75ドルが結局これはサポートとして機能して今上昇して でできたとというようよななそんな風に見えるのでちょっと警戒しておりますで原油の月足チャートで見ていただくとよく分かるかなと思うんですが、やはりこの75ドルって前回すごく意識されて下がっていったポイントなんですね、でその前はこの75ドルが何度かサポートになって上がっていくタイミングだったんですね、つまりまあ35ドルから75ドルのレンジと75ドルから115ドルのレンジがあるなという風に見ていまして、で今、それを上に抜けてきてしまったんで、下手したら115の方まで行く可能性もあるよねと。いやるころもある やっぱり75を割り込んで75ドルレジスタンスとしてまたこの低い水準に戻ってくるみたいなそんなどっちなのかなというところで気にしているこの75ドルという水準それが冷やしチャートで見るとやっぱり反発しているというところがちょっと心配だなと思っているのが理由の一つ目です二つ目、長期金利の上昇ですねこれもですね最近は落ち着いてきてナスダックが最高値更新してきたというところはあるんですがここ数日に結構ポポポポっと上がってきましてもうちょっとズームしてみるとですね なんですけども、やはりこの長期チャンネルに復帰したっていう感じですよね。 こんな感じで復帰したっていう、そんな感じがするので、明日以降もまた注目をしていきたいところではありますが、ちょっとやらな流れだなというふうに思います。で、やっぱり r s えも50以上を維持しているし、地高スパも結局これ割らずにですね、ということは明日以降もなんかこう、もうちょっとぐぐぐっと上がっていく可能性もあるのかなというところで、非常に警戒はしております。で、長期金利が急上昇することによって n a s a クが下落するみたいな、なんかそんな感じにまたなってきたので、その金利の上昇イコール n a s a クの下落、ハイテクの下落、ここを警戒しておきましょうというのが 二つつ目目の理由ですそして三つ目ビックス指数、の上昇ですねビッグス指数、まあ、終わりにかけては20割っていますが、久々に20を超えてきたというところです。この辺の動きだけを見るならば、やっぱり水準的にはぐグっグググと切り上がってきたというところです。でチャートで見ると、ちょうど一目均衡表の雲に抑えられているようには見えますが、雲の中に入ってしまうと、まあ、22ぐらいまで、そして、まあ、そういった時にはやっぱり恐怖を感じている恐怖指数と呼ばれるものですから、これはねやっっぱりちょっと怖いなという,ふうに思います。でビッグス指数が20を超えて いる状態だとやっぱり株価の急落が起こる可能性はあるよねっていうことではあるんですがただ、ビッグス指数って本来はですね S&P500 のオプションのボラティリティの指数なんですね。オプションのボラティリティ、要は変動幅が上昇するときっていうのはやっぱ急落を招かれやすいということなんで、まあ、別名で恐怖指数、別にビッグ指数が上がるから下がるってわけではないんですが、まあ、あ下がるときにボラティリティが上がりやすいから恐怖指数なんて呼ばれたりはしています。で、これが S&P の冷やしチャートなんですね。えー、何時ぐらいかな ?5 時24分か。えー、さっき見たチャートよりは、まあねえー、少し 十字線要線よりも十字線に近いものになっているんですけども、まあ、僕が警戒をしているのは、S、S&P よりもやっぱナスダックなんですよね、ビッ x ス指数というのはあくまでも S&P を捉えた恐怖指数なんですけど、ナスダックのチャートの方が状況は悪いんですよ、で何が悪いかというと、き、まあ、昨日の大陰線からの陰線ということもそうだし、特に RSI ですかね、RSI がやっぱ高値を超えずなのに、SI えー、RSI はこういうダイバージェンスをしていたりとか、あとは直近安値を割り込んでますよね。 で、ね、下手したら50を割り込むようなことがあると、まあ、この時のような、この50を割り込んでいる期間のような調整局面に入る可能性があるかなというふうに見ております。一方で今日、もう少し下逃が長くなったんですけども、50を割り込まずに、一応反発はしてた、反発というんですかね、一日の中で、少し戻し基調で終わりそうだということではあるので、また明日以降ね、しっかりと見ていきたいところだし、トレンドが崩れたわけではないので、まだね、絶対下がるよという話ではないんですが、やっぱりまあ、警戒だなというふうに思います。 指数がが示す以上にに警戒度が高いっていうことですねここだけ押さえておいていただければと思います。ということで、シンプルでしたが、2の動画のまとめになっております。今、警戒すべき3つの理由とはということで、一応、原油長期金利、ビックス指数を上げさせていただきました。原因は75ドル以上は再びインフレ懸念が増すということで書きました。75ドルを割れてくる、一旦調整に入ったような見せかけといて、75ドルがやっぱりサポートとして強いんであれば、インフレ懸念は払拭されないよねということだと思ってみてください。そして長期金利が再び上昇 チャネルに復帰ということであそこがレジスタンスになってくれればなぁなんていう風に思ってたんですがあの上に抜けてきちゃったんでまあの上線の上の状態で上昇トレンドが維持されていくとちょっと嫌ですよねやっぱグロス株にこう頭が抑えられるような状況が続くのかなという風には見ておりますそして恐怖指数ビッグス指数が再び20を超えてきたというところですでビッグス指数は s p の恐怖指数 s p のオプションのボラティリティを表す指数なのにもかかわらずそれ以上に弱いナスダックが実は本当に怖い,い,いところになっています でもう一回、ナスタックのチシャドウを見ていただきたいんですが、これ、ここの安値を割り込んでくる、基準線を割り込んでくるぐらいの水準だと、ちょうどダブルトップのような形になるんですよね、まあ、そうなるとやっぱり、まあ、それを意識するとあ、頭が抑えられてしまうなというふうに感じた次第でございます。ぜひです、ね、S&P 以上に、ナスタックの方に注目を集めて、しっかりと警戒をしていただければと思います。 でではの一応も近況プラス、SI、で見ていきましょう、えー、まずは日経平均株価からですねこのようなチャート状況なんですけどもこれは今はですね、転換線基準線の上にいてで雲にはちょっと距離があって一応上昇チャンネルの中にいるという感じですで直近高値を超えたわけでもなくということなんで方向性が今ないんですね、えー、で実際に祝日を明け、まあ、アメリカ市場に少し動きが出てきたところで日経平均まだどっちに動くか正直分からないですけども今日は先ほど下がるという予想が出てますけども、まあ、その辺を方向性が出て くるかどうかをねしっかりと確認していきたいなというふうに思います。上なら上で下なら下で方向の対策がいろいろ変わってくると思いますのでフラットに考えてね上がったらいいなもちろんありますけど、えー、フラットに考えて見ていきましょう。トピックス見ていきます。 はい、トピックスも同じですね。基本的にはほぼ今方向性がないという状況に入っております。その方向性がどちらに抜けてくるかはしっかりと確認をしていきたいというふうに思っております。マザーズどうでしょうか。マザーズは3日陰線が続いた後の陽線になっております。ナスックが下がることによって少しグロス株全体に下落圧力がかかるかもしれませんが、まあ、日本株はまた別材料で動いているところもありますので、え今日、マザーズしっかりと見ていきたいなというふうに思います。 ニューヨークダウンに関しましては、えー、今日の陽線によってですね、何かが変わったというわけではございません。えー、基準線は上向きなんですけどね、えー、でも基準線のまだ下にいるというところであるとか、あとはでも転換線が下向きになっているので、デッドクロスが起こりそうだということでございます。で昨日の下落によって RSI が50を割っていたんですが、今日また再び50以上に上がってきた。つまり今日以降の動きでだいぶ変わってくるなと。そして、えー、昨日の時点で、えー、一目均衡表の雲がねじれていたというところで、まあ、希望としては、希望としては では、えー、この短期的なトレンドの転換で上昇に転じていくってことが希望ではありますが、まあ、一応まだ警戒をして、ね、見ていきましょうね。はい、ででです、S、がですがね、今日で 転換線、一番短い期間の線を割り込んで、いいるととうことにはななっております。なんで警戒かなというふうには思うんですが、まだダブルトップを形成したというわけではないですから、ここもしっかりと含めて見ていきたいなというふうに思います。NASAC。ック s ですね、このような形で、まあ、先ほども言いましたが、やはりこの基準線を維持できるかどうかというところがすごく重要ですよね。もし割り込んでしまうようなことがあると、ちょうど基準線の位置っていうのが、ダブルトップ形成のネックラインになるようなところ、これを割り込んでしまうと、今後ね、警戒が必要になってくるということになりますし、 まあそこが割り込んでいる状態っては RSI も50を割り込んでくるような状況になりますので弱い状況に入ってしまう可能性はゼロではないというところを押さえておいてくださいそして11月の30日ですねここで雲がねじれてくるということですからまあこの辺でどのように動きが変わってくるのかしっかりと見ていきたいと思います。 ラッセルです。ラッセルがですね、一番怖いですよね。ラッセル2000はですね、まあ、上がってきたところからずっと、もう7日なんだ,かだで5日連続陰線ということになってます。えー、今日の終値、ね、次第ではね、やっぱり5日連続陰線だし、あれさえはもう完全に50を割り込んでしまっていますね。なんで、うんまあ、どうですかね、うん、ちょっと怖いなというしか、まあ、言いようがないんですけども、一つの警戒ポイントとして押さえておいてください。はい。では今日の動画のまとめです、えー。日本は祝日だったので、アメリカ市場の影響っていうのを要確認の、まあそんなタイミングかなと思います。 ととといいいうふうに思っておりまますダウ上昇ナスタック続落ということでございましたなんで、まあ、警戒を高めたわけですけれども、高めた3つの理由としましては、まずは原油が75ドルを割り込むことなく、そこがサポートになり、反発してしまったとっいうところですね、まあ、インフレ懸念がなかなか払拭されないなというところが1つです、2つ目は長期金利の上昇ですね、ここが上昇チャンネルの下に潜っていたんですが、またその上昇チャンネルの上まで復帰してきたというところで、ちょっと怖いなと、また急上昇していく可能性もあるなと、高値を超えてくる可能性もあるなと。 それらを踏まえてナスダックは下がったわけですがそれに伴ってビッス指数が今日あ20を、ね、一時超えてきたというところです一目均衡表に抑えられて20以下が維持できれば問題はないとは思ってはいるんですが、まあ、ただ S&P のオプションのボラテリティを表すビッス指数のまあ二0割れ安心感はあるんですがナスダックがより悪いチャートということでナスダックの方に、ね、かなりまあ警戒が必要なのかなとで今ナスダックの方が相関性は日本株高いですからえそこも、ね、注目をしておいてください で日本は祝日明け方向性が出るかどうか日経平均やトピックスって方向性が今ない状態なのでまあ、どっちに出るのかはしっかりと確認をしておいてくださいそしてナスダックともに、えー、ラスセル2000ですねここの動きがやっぱり一番警戒かなという風に思いますまあいつか連続陰線ですか弱い し、まあ単行のカナリアなんて呼ばれたりしますね。ラスセル2000はね、なんでまあこの辺の動きに警戒をしておいて見ていきましょう。では今日もお知らせを送りさせてください。個別銘柄とことも分析するマガジン配信中でございます。最新記事はついに上昇なるかソフトバンクグループということで記事をアップデートしているんですが、ソフトバンクグループに関しましても、アリババが安値を更新しているので、今日のソフトバンクグループしっかりとまずは見ておいていただきたいなと思います。アリババの影響度ってだいぶ実は少なくはなってきてるみたいなことをこの記事でも書いているんですが、まあそこも含めてね。 ソフトバンクグループのまあ内容、もう一回精査をしていくのことがすごく重要だと思っております。月額1000円かかりますが、初月は無料になっておりますので、よかったらぜひ概要欄のリンク、もしくはこの QR コードからぜひチェックをしてみてください。合わせまして Twitter や v o i c y やっております。v o i c y は必ず毎朝5時に音声番組を配信している。こことはまたちょっと違うね、えー、思考で株についてとか、まあ、いろんなことについて考えるきっかけになれればと思ってますので、よかったらこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わっていきたいというふうに思っております。今日の中でも何か参考になればグッドボタン、また明日以降もね、えー、このような形でテクニカル分析をつつ 続けていきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら